歴代最強デッキ解説、マッシブガン、マッシブン GX とルガルガン GX を組み合わせた等タイプ軸のデッキ。マッシブン GX は1エネで使えるジェットパンチというコスパ抜群な技と、3エネで使える高火力なナックルインパクト、エクスパンション GX を持つポケモン。ウルトラビーストであることによってビーストエネルギーに対応している上に、等タイプであることでストロングエネルギー、ディアンシープリズムスターに対応。道具なども合わさると本来なら30ダメージのジェットパンチの火力が100以上になることもあったり、ナックルインパクトは全ポケモンを倒すほどの火力になることもありました。さらに1体目のマッシブン GX がやられるとビーストリングの発動条件を満たすことができるため、2体目のマッシブン GX も即座にナックルインパクトを打ってきます。ルガルガン GX は特性でボスの指令が使えるので、マッシブン GX でぶん殴るサポートとして非常に優秀で、さらにマッシブン GX は超弱点なのに対してルガルガン GX は草弱点なので、時にはアタッカーとして活躍する試合もあります。デスログ GX は正直エクスパンション GX より優秀。トータイプ専用の回であるコルニ、トータイプを呼べる嵐の山脈であるセセラギの丘などの補助カードも充実。当時はドロワーク GX が最強クラスの環境でしたが、マッシブン GX は悪タイプの弱点を突くこともあり大会で大活躍し、チャンピオンズリーグではベスト4全員がマッシルガンだったということもあったほど、筋肉こそ正義だったんですが、この後超タイプが強化されていき自然と絶滅しました。